ニアションです、今回は、自宅の排水問題をなんとかするということで、動画を回してます。これ玄関周りなんですけれども、この部分なんですね。水が漏れて、とても汚い状況になっています。苔が生えて、ここにある配管というのは、この上の方にあるベランダの配管ですね。この真ん中に見えてる白い排水管、これが玄関の横まで降りてきてまして、家を買った当初はそこで切れてたんですね。なのでそこから雨水が広がっていくような状況で、そこに対して、この配管を追加しました。もうちょっと買ってきたやつなんですけど、これを追加したんですけれども、当初分解ばらすことを考えて、つなぎ目の部分に接着剤を使っていなかったんですよ。なので、もう長年、もう10年近く経ってるんですけども、そこから水が漏れ出して、このように周りに水が漏れ出して、こういう苔ができてしまうという状況になっています。これをとりあえず補修していきます。まあ、こういうジメジメした状態っていうのは、家にとっても、我々にとっても気分的なものなんですが、よろしくはないんですね。ジメジメしているところには、この画面の中に実はミミズが映っているんですが、そういう害虫の発生も、誘発してしまう可能性があります。で、その出先がこちらになります。こちらは自分で作った、水道部分なんですけれども、そこに出すようにしてるんですが、今この辺りきれいに掃除したんできれいなんですけど、もう苔がすごいんですね。この辺から適当に垂らすだけにしていたので、ここをもっと伸ばして内側に管に落ちてくるように修正します。その前にまずこちらを掃除していきますね。はい、床を、フロアをきれいにしました。まあ、高圧洗浄機はね、やり始めるとキリがないんで、区画を区切って、きれいにしました。はい、このような感じです。で、この配管を修理していきます。はい、購入してきたものはこれですね。まず L 字のエルボ、それでソケットを3つ買いました。それとエンディパイプ用の、ボンドですね。これはもう前から持ってたやつです。まあ、本来こんなのは雨の日にやるべきじゃないと思うんですけどね、しょうがないので進めていきます。
倉庫を探したら、この時にこれを施工した時に余った塩ビ管が出てきました。これを使います。はい、切断してきました。10センチぐらいですね。これで延長します。これでもかっていうぐらいの近くます。こちらがこれぐらい出たので、こちらにエルボをつけます。そしてこの屋根から来てるこの白い塩ビ管にもこのエルボを取り付けます。あいにく白色がなかったのでこの色でいきます。だいぶボンドが流れてましたけど、晴れた日にやりましょうってことですね。でもう一つ、この辺に水が散らばる理由はここを通ってきている室内機、エアコンの室内機のドレンホースですね。ここから水がこの床にダーダーと漏れてしまいます。なのでこういうのを使ってきました。ドレンホース。屋根からの分とベランダからの黒い配管、そしてエアコンの排水ですね。とりあえずここの排水管に一箇所に集中させました。これで苔がいっぱい出てくることはなくなるんじゃないでしょうか。はい、最終的にこのような形になりました。茶色いエルボは長さが足りなくて、排水管の方に水が落ちなかったので、ここが自在に曲がる自在タイプのエルボに変更しました。これだと長さが結構あるので排水された水はちゃんと管の方に落ちるようになりました。あとエアコンの排水もタイラップで固定して
排水管に落ちるようにしました。以上、玄関周りの排水対策でした。ありがとうございます。